元井俊介の28歳誕生日。元井俊介の誕生日、ナンバーアンダーラインアイメンバーからのメッセージがやばすぎる。友情の深さに感動。友情の深さに累戦崩壊。2024年、IMP の元井俊介が28歳の誕生日を迎え、特別な日を祝うために多くのファンや仲間たちから心温まるメッセージが届きました。しかし、その中でも特に感動的だったのが、 同じ事務所のナンバーアンダーライン愛の3人、平野翔、岩ガン・そして神宮寺優太からのメッセージでした。この3人のメンバーは、かつて同じ舞台で切磋琢磨し、共に努力を重ねた仲間であり、その絆は今も変わらずに続いています。平野翔からのメッセージには、元井俊介がこれまでに示してきた努力と情熱への深い敬意が込められていました。き、おお誕生日めでで、とう。いつも前向きで 一生懸命な姿を見てきたよ。その努力が報われる瞬間が来ることを信じてる。これからもその情熱を忘れず、さらに飛躍してほしい、平野は気の持つ無限の可能性を信じており、彼がこれからも輝き続けることを願っていました。このメッセージは、元にとって大きな励ましとなり、彼のさらなる成長を促すものとなったことでしょう。一方で、岸優太からのメッセージは、 気のユーモアと人柄を称えるものでした。二28歳おめでとう。君の笑顔とジョークにいつも癒されてるよ。これからもみんなを笑顔にして、明るく楽しい時間を一緒に過ごそうね。君の笑顔は、どんなに辛い時でも周りを明るくする力があるんだ。騎士は、気のユニークな個性を称えつつ、彼の存在がどれほど周囲にとって重要であるかを強調していました。気の持つ自然体の明るさと、 誰にでも笑顔をもたらすその力は、グループ内でも欠かせない存在となっています。神宮寺雄太のメッセージは、より深い友情と絆を感じさせるものでした。き、誕生日おめでとう。君とは長い間一緒に過ごしてきて、その間にたくさんの思い出ができたね。これからも変わらず一緒に成長して、もっと大きな夢を追いかけよう。僕たちはいつでも君の味方だよ。このメッセージには、 長年の信頼関係と、今後も続く友情への強い思いが込められていました。神宮寺は、気がどんな困難にも立ち向かい、共に前進していける仲間であることを再確認させる存在です。この3人からのメッセージを受け取った元井俊介は、感動とともに自分がどれほど愛され、支えられているかを実感したに違いありません。これらのメッセージは、ただの誕生日祝い以上の意味を持っています。彼にとって、 それは友情や絆、そして仲間たちとの共有された時間がどれほど貴重であるかを再確認する瞬間だったのです。このような深い感動を受けた木は、SNS でその思いをこう表現しました。皆さんからのメッセージに本当に感謝しています。特にナンバーアンダーライン愛の3人、平野くん、岸くん、神宮寺くんからの言葉には胸がいっぱいです。僕にとって大切な存在であり、 これからも一緒に成長してていいきたいと思っていますこのような友情の深さは、ただの仕事仲間という関係を超えたものです。彼らは、共に多くの困難を乗り越えてきたことで、強い絆を築いてきました。ファンもまた、このような温かい交流に心を打たれ、彼らの絆がどれほど特別なものかを感じています。さらに、こうしたエピソードは、ファンだけでなく、多くの人々に、 仲間との絆の絆大切さを思い起こさせるものとなりましたこのエピソードは芸能界という厳しい世界での友情と支え合いというテーマを再び浮き彫りにします華やかな舞台の裏では孤独やプレッシャーとの戦いが日々続いていますしかしこうした仲間同士の温かい励まし合いがあってこそアーティストたちはその厳しさを乗り越え前進し続けることができるのです特に 若い世代のファンたちにとっては、こうした友情の物語は大きなインスピレーションとなり、彼ら自身の人間関係にも影響を与えていることでしょう。さらに、このメッセージのやりとりが示しているのは、ただのお祝いではなく、きと彼の仲間たちがどれほど真剣にお互いを見守り、支え合っているかということです。彼らの間にある絆は、表面的なものではなく、長年にわたって培われた深いものです。 このような深い友情は、同じ事務所内での競争やプレッシャーの中でも揺るがないものであり、むしろそれが彼らの成長を支えている要素となっているのです。今後の展望として、IMP ・モナンバー・アンダーライン愛も、それぞれの道を歩みながら、さらなる成長と成功を目指しています。しかし、このような強い絆を持つ仲間がいることは、どちらのグループにとっても大きな力となることでしょう。元井俊介も、 この28歳という節目を迎え、今まで以上に自分の役割や責任を自覚しつつ、仲間たちと共に新たなステージに挑む決意を固めているはずです。このような友情のエピソードは、ファンにとっても特別なものであり、彼らがどれほど愛されているかを再確認させるものとなりました。そして、こうしたエピソードを通じて、私たちは仲間との絆の大切さを改めて感じ、 日常生活においてもその教訓を生かしていくことができるでしょう。元井俊介、そして IMP のメンバーがこれからも輝き続けることを願いつつ、私たちファンは彼らの成長を見守り続けます。そして、ナンバーアンダーライン愛の3人もまた、共に進化し、次のステージへと進んでいくことを確信しています。彼らが築いてきた友情は、これからも変わらずに続いていくでしょう。元井俊介、 平野翔、岩裕太、神宮寺優太の間には、言葉では表しきれないほどの深い絆があります。この絆は、どんなに忙しい日々の中でも、どんなに新しい挑戦が待ち受けていようとも、決して揺らぐことはないでしょう。芸能界という移り変わりの激しい世界では、時にはライバル関係やプレッシャーが友情を試すこともありますが、彼らはお互いを信じ、支え合いながら成長し続けています。 IMP の元井俊介にとって、28歳の誕生日はこれまでの努力を振り返り、これからの目標を再確認する大切な節目でした。そして、このように心のこもったメッセージを受け取ることで、彼はさらに一層、未来に向けて前進する力を得たに違いありません。彼の持つ熱意や情熱は、これからもファンに元気を与え、周りの仲間たちを引き寄せ続けるでしょう。また、平野翔、岩優太。 神宮寺雄太のそれぞれも、人の友情を大切にしながら、自分たちの道を切り開いていくことでしょう。彼らはそれぞれが異なる強みを持ち、それぞれが独自の目標に向かって進んでいますが、共通しているのは、仲間と共に成長するという信念です。この信念は、彼らがどんなに忙しいスケジュールの中でも、お互いを忘れずに支え合う原動力となっています。こうした友情の物語は、ファンだけでなく、 彼ら自身にとっってても大きな意味を持っています時に忙しさに追われる中で、立ち止まって自分の歩んできた道を振り返り、支えてくれる仲間の存在を再認識することは、心のバランスを保つために重要です。気が今回の誕生日で受け取ったメッセージは、ただの祝福ではなく、彼がこれまで築き上げてきた関係の深さを示すものであり、今後もその絆が続いていくことを確信させるものでした。さらに この友情は、ファンにとっても特別な存在です。ファンは、彼らが舞台上で見せる輝きだけでなく、舞台裏での彼らの人間関係にも強い関心を寄せています。こうした人間味あふれるエピソードは、彼らをより一層身近に感じさせ、応援する気持ちを強くさせるのです。ファンにとって、彼らがどのような形で支え合い、どのように困難を乗り越えていくのかを見ることは、 感動や勇気を与えてくれる大切な要素ですこのように彼らが共有している絆は彼ら自身だけでなく周りの人々にも大きな影響を与えています。特に若い世代のファンたちにとって彼らの姿は友情の大切さや共に成長することの喜びを学ぶ手本となっています。そして彼らが示す温かさや思いやりは多くの人々にとっての希望となり芸能界だけでなく、 日常生活においても多くの人々に良い影響を与えているのです。今後も彼らの友情は変わらずに続き、さらに強く深まっていくでしょう。元井俊介、平野翔優太神宮寺優太の4人が、互いに支え合いながら成長していく姿を、私たちファンはこれからも見守り続けていきます。彼らの友情が持つ力は、ただの仲間意識を超えた、人生における重要な絆であり、 それが彼らのこれからの活動にどのように影響を与えるのかも、非常に楽しみです。こうして、彼らの関係はますます深まり、彼ら自身もまた、それぞれの道で大きな飛躍を遂げていくことでしょう。彼らの友情がどのように発展していくのか、そしてその中で彼らがどのように成長していくのかを見守ることは、ファンにとって大きな喜びであり、未来への期待を膨らませる要素となっています。これからも、 彼らの絆が彼ら自身を支え続け、より大きな夢や目標に向かって進んでいくことでしょう。結局のところ、元井俊介の28歳の誕生日は、彼にとってだけでなく、彼の仲間やファンにとっても特別な日となりました。この日は、友情や支え合いの大切さを再確認する機会であり、これからの未来に向けての新たなスタートとなったのです。彼らがこれからもお互いを大切にし、 共に輝き続けることを願いながら私たちファンは彼らの成長を見守り応援し続けていくことでしょう。